はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も、モンハンライズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。武器をね、ヘビーボウガンから、笛に変えました。もう4年、5年ぐらいずっとヘビーボウガン一筋でやってたけども、どうもね、今回笛がむちゃくちゃ強いっていうことで、サイトでね、すごいおすすめしてたのよ。で、実際使ってみたら、むちゃくちゃ強いね。半端じゃない強さ。うん。まだ使い出して半日ぐらいだけども、強さをすごく実感できてる。これはやばいね、この武器。もう全然違うもん。使いやすさとかが。ということで、今日はね、里クエ、まだ途中なので、リオレウス倒していきます。どこいる？あっちか。あー、いたいた。で、スキルなんかが、こういう感じになってます。攻撃7、見切り3、防御3、回避性能3の距離3、破壊王2の笛吹き名人1と風圧耐性が入ってます。で、装備が風神の笛。で、レウス、レウス、レウス、ナルガ、インゴット。こんな感じだね。まだちょっととりあえず的な装備だけども、そこそこ使っていけるやつだと思うので、これだね。攻撃7がやっぱりいいね。攻撃7がいい。しゃあ、行くよー。もう、ほんとね、やばいね、この、笛の強さっていうのが。バフがまず強いでしょ。バフが。この音の防壁、これがやばいんだよね、確か。音の防壁はね、ほんと自分で使ってて、すごくいいし、マルチでやってても、あ、痛い痛い痛い。マルチでやってても、あ、俺役に立ってるなっていう風に、すごく思うのよね。なんで、多分、これを、もうちょっと練習していくと、かなりいい感じになってくるんではないかな。しゃあ、なんかこの演奏の ZR に無敵時間があるから、それを結構使っていきなさいよっては書いてあるんだけど、まあ若干難しいよね。ちょっと難しめ、慣れが必要。まあまあ1週間ぐらいすれば慣れるんじゃない、おそらく。敵のね、行動なんかは、しゃ、だいぶ、ヘビーボウガンの時に、見てきてるから、よし、あー、ミスった！溜まってなかったか。でもやっぱ、こう、近接でね、実際、戦ってみると、ヘビーボウガンとは全然違うな。全然違うよね。あー、ダメだった。一番のダメージソースが思いっきり避けられちゃった。いいか。しゃあ、もう。でもまあ、里クエ言うたらあれでしょ、貝なんでしょ。ここは超余裕だよね。いいね。よし、いいね、いい感じにスタン取れた。でい、しゃあ、むちゃくちゃいい。はい、あれ乗れない、まだ。総流もね、もうだいぶ慣れたな。最初はね、結構、ああ、嘘！当たってなかった！こういうことあるよね。こういうことないか。でもおそらくもう倒せるし。いいでしょう。ちょっと待って、地球用の、あるよね、先行だ。これ使っていこう。地球品がね、あるっていうのは嬉しい。しゃい。最初はほんと、
装備品、装備じゃないや、アイテムが不足するからさ、めちゃくちゃいい、決まる、あーし、思いっきり避けられた、 OK、 全部入る、おお、やっぱり使いやすい、使いやすすぎ、おお、半日でこういう感じだから、これ慣れれば相当いいね。 ZR の無敵時間っていうのをもうちょっとうまく使えるようになったらいいのかな。うん、と総流もうちょっと練習しよう。はい、ということでまた出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。